27 humanoid robots will compete to advance to the RoboOne final. In this game, players will win if you knock down opponents with a varied attack 3 times.さあ、お互いこれ4キロ級の試合でしょうか。始まりました。LED ライトを揺らせていきなりダウンを取った。やはり4キロ同士の試合になると、ね、それほど重量級の機体でも軽々とこうピヨンといってしまいますね。おっと、赤コーナーどうした？天井に切れてしまった。通信が切れた。あ、通信が切れた。大丈夫だ、大丈夫だ。おやおやと戦える、おやおやと戦えるのが起き上がりました。よかったです。はい、さあ今試合が始まりました。さあ、一度ワンダウン取られているので、ここでワンダウン取り返したいところ。あ、これは自分の攻撃に当たってしまったようですね。腕のリーチは赤コーナーの方が若干有利。いや、さあ、青いロボット VS 黒いロボットの激戦が繰り広げられておきます。1分経過、残り2分。現在赤ワンダウン、現在赤ワンダウン。さあ、青コーナー、赤コーナー同様とも振動されてきたいですので、これは初お披露目会になるんでしょうか。ローファイトでは初めてかもしれません。今審判の審議が入っています。時計止めてください。今の攻撃は無効扱いのようです。はい、さあ試合が再開されました。今のはスリップ、攻撃有効ではありません。なかなか有効な攻撃がお互い決まらず、基本的には相手のボールに対して自分の攻撃を当てることによってこうカウンターを取るというような感じですね。それももう 0.1 秒ぐらいの、読み合いとなっております。さあ残り1分7秒。さあ青コーナーがいきなりスリップ。残り2分。お、起き上がれるか。残り2分。あ、2分経過してしまいました。ちょっと腕が。残り1分です。残り1分。今残り50秒になりました。現在赤ワンダウンです。ちょっとクレッシェンドの腕の動きがおかしい。あ、こんなことはなかった。これは今ダウンを取られました。さあ、お互い同士が絡み合う。残り30秒。やっぱ攻撃モーションと攻撃の動きというのはですね、一度の動作で一つのプログラムとなりますので、途中で攻撃を止めることができないんですね。その時の隙を狙うと、もう絶対に相手が動けないです。ダウン。あ、3ノックダウンで青コーナーが勝者となりました。